反町和樹さんです。お願いします。東京松竹から大阪松竹に移籍した反町和樹さん。なんで、なんですごい、そんなことやった。はい、あの大阪から東京ある、はい、東京から来たんですか。来ました。はい、あの、いや、これが怖い話とかじゃないんですけど。怖いよ、はい、どういう、何年目ぐらいなんですか今僕は。6年目で、もうすぐ7年目。結構やってます、はい、結構やってます。お願いします。僕はあの実家が奈良でして、あの白鷹大狼っていう奈良で有名な心霊スポットがあるんですけど、そこの真裏が僕の実家なんです。そう、何回も行ってるで僕ら。取り憑かれてるこの人。本当ですか。真裏なんです本当に。そうなん。で、真裏が住んでるんで、はい、結構ちっちゃい頃からその怖い体験をしてまして、もう家に出たりとか、もう何回も金縛りになったりとかもしてるんですけど、最近の怖い話ですと、東京行った時にあのマッチングアプリしてたんですけど、してた。そこで出会った女性と仲良くなって、はい、電話でこう話すようになったんです。はいはい、でその女性がなんか私あの寝言がすごいねみたいな、寝言がすごいんだよって言って、でどんな寝言言うのって言ったら、お前の顔面便器に突っ込んだろかって言ったんだよみたいな。すごいなって言って、でその音声が実はあって聞くって言われた。というのもアプリでいびきを取れるアプリがありまして、それでいびきを取ってたらその寝言を言ってたらしいんです。で聞きたいって言って、LINE で30秒ぐらいの音声ファイルを送ってくれたんです。で聞いてたら、最初にでっかい音でなんかテレビの音声が流れたんです。その男の人が喋ってるテレビの音声が流れた後に、無音になった後にいびきが始まって、お前の顔面便器に突っ込んだろかって言ってたんです。で聞いて、どうだった、え、ほんまに言ってたやん、おもろかったな、てかテレビめっちゃでかい音でなんか寝てんねんなって言ったら、私テレビつけてないでって言われて、えってなって、いやなんかすごい音声聞こえたでみたいな、なんか男の人が言葉にない言葉でなんかうわーうわーってずっと喋ってたって言ったら、いや本当にテレビもつけてなくて、なんか同じことを妹にも言われたって言われて、で私の妹霊感あんねんけど、その和樹くんと妹だけこの音声聞いたら、そのこうわーって音を聞くって言われて、え逆に聞こえへんのって言ったら、聞こえる気もするけど聞こえない気もするって曖昧な答えが返ってきて、でその次の日にその女性が金縛りにあって、その男の霊に首絞められて、で襲われた夢を見たと。でえやばいやんってなって、お祓い行きっつってお祓い行かして、じゃあやっぱり家に霊がいて、でそうやってちゃんとしたらその霊も追い払えと。であよかったな、デートしようっつったらブロックされました。はい、わかりました。マッチングアプリで出会って、マッチングアプリで出会って、うんうん、で結構やっぱそこに住んでるんで、うん、なんか呼び寄せるんじゃない。あでもあの心霊スポットで、はい、沖縄の霊媒師とかに修行して霊感高めるとかある言うから、はい、心霊スポットの近くいたら霊感が研ぎ澄まされるんかも。多分そうやと、はい、ほんま真裏でもう真夏になったらギャーみたいな心スポ遊びに来てる人たちがずっと聞こえてきながら寝てるみたいな感じです。だからそれは心スポ行って勝手に叫んでる人の声が聞こえてる、ね、そうです。結構ほんとやばいとこ、そうなんですよ。いやでも白鷹狼の話も聞きたいけど、はい、ね、そうですね、まあ、あるんですけどあんま話せない、なんか結構話せない内容、最初それ言おうと思ったんですけど、うん、ちょっとリアルなんかその生死に関わるような話で、マジで、はい、ええー、ねえ、そんなんがええねん、もう死にたがってんねんから、みんな死にたがってんねん、死にたがってんねん、死にたがってんねん、死にたがってるわけじゃない、そんな集まりなんすか。あんま言わんほうがいいかなと思って、なるほど、はい、また何かの機会やと思って、はい、面白い、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。やっぱいっぱいいっぱいいますね。ねえ、うん、